私の初めての一眼レフはペンタックスでした。大学生の時ですね、卒論を書くために資料として写真を撮る必要があって、でそれで父に相談したところ、ペンタックスの MZ3 がいいんじゃないかということで一緒に買いに行ったことをよく覚えています。初めての私だけのカメラということがすごく嬉しかったですね。ペンタックス K3 Mark III は当時感じた見たまま撮影できる喜びを思い出させてくれる、そんなカメラです。 MZ3 につけていたペンタックス FA43mm F1.9 のリミテッドレンズをメインに使用しています。K3 Mark III は APS-C センサーなので、もちろん同じレンズでも価格は変わってくるんですけども、このコンパクトさと浮き上がるような立体感、あと長年手に馴染んできたこのレンズを使いたいと思っていました。撮影に向かったのは新潟県の村上というところです。 K3 Mark III のコンセプトに届けたいのは心躍る写真体験とあったように、今回は撮影プロセス自体を楽しむためにゲストハウスに泊まって、でそれで地元の方と対話をするように撮影しました。とても大変な時期にもかかわらず、ゲストハウスの高橋さんをはじめ快く引き受けてくださった村上の皆さんには心から感謝をしています。村上の旅でもそうだったように、カメラという道具を通じて私は様々な人と出会って、その出会いを通じた体験こそが今の私の財産となっています。ファインダー越しに人と出会って対話する、それが K3 Mark III というカメラだと思っています。